フレッチコと、フレデリコ・ロドリゲス・デ・パウラ・サントスは、ブラジル・ベローリゾンテ出身のサッカー選手。ブラジル代表。プレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッド・ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2003年に、アトレチコ・コミネイロのユースでキャリアをスタートさせ、2010年に、SC ・インテル・ナショナル・ユースに移籍した。2012年にトップチームに昇格した。 2013年6月26日、ウクライナの FC シャフタールドネツクと5年契約を結んだ。1500万ユーロ前後とみられている。デビュー戦となった、ウクライナスーパーカップの FC チョルノモレツ、オデッサ戦では2ゴールを記録し、勝利に貢献した。2018年6月5日、マンチェスターユナイテッド FC は、フレジの獲得に関し、 FC シャフタールドネツクとクラブ看護医に至ったと発表した。6月21日、クラブのメディカルチェックを終え、5年契約を結んだ。この遺跡の裏には、マンチェスターシティ FC からの関心も引いていたと、後にフレッジ本人が語った。プレミアリーグ第6節のウォルバーハンプトン戦で、遺跡後初ゴールを決めた。なり物入りで加入したシーズンだったが、 リーグ戦はわずか17試合の出場で1得点1、アシストに終わり、76億円の遺跡金に見合わない、プレーに批判も集めた。シーズン終了後には、アッコフ・フィオレンティーナやエース・ローマが関心を示したが、残留した。2019-20シーズンも序盤は出遅れるが、10月に、ポール・ポグバが、負傷で離脱すると、プレミアリーグ第8節の入ッする戦からスタメンに、定着。 スールシャール監督からの信頼も勝ち取り、主にスコット・マクトミネート、中盤でコンビを組み、最終的にリーグ戦29試合に出場した。ブラジル代表として2013年、南米ユース選手権に選出されたが、出場機会はなかった。2015年6月に開催されたコパアメリカ2015に、ブラジル代表の一員として出場。8月1日、 ブラジルサッカー連盟からフレジがコパアメリカの期間中の薬物検査で禁止薬物である利尿剤の一種ヒドロクロロチアジドの陽性反応を示していたことが発表された。守備的ミッドフィールダー。体が小さいためフィジカルの勝負では負けることが多いが、その分豊富な運動量と高い危機察知能力で相手の攻撃の目をつむ。 そのプレースタイルからフランス代表演語ーカンテと比較されることもある。左利きでブラジル人らしい細かいタッチも上手いため自陣からのビルドアップの際には相手のプレスをかわして相手陣内に入っていく役割も担うことがある。ありがとうございます。